はい、コナンです。ファイアーエンブレムヒーローズやっていきたいと思います。まずね、この城、こちらはね、早い段階で買っておいた方がいいです。経験値がね、アップするんだよね。結構大きいんだよね。最大で 100% 獲得する経験値がアップします。それではガシャ回していきましょう。さあ、星5キャラ来てくれ。さあ、青色。まあ順番にね、今回5回引くので順番に引いていきたいと思います。さあ、星5来てほしいよね。なかなか出ない。さあどうだ。お、カットイン来ましたね。カットインが来たということは星5確定でしょうか。これは来たね、ルフレ。これは星5キャラ当たりと言っていいんじゃないでしょうか。また後ほどステータス詳しく見ていきたいと思いますけれども、まず1体目引きましたね。さあ引きます。このファイアーエンブレム、ガチャを引くときは、まあ5回ね、できればオーブ20個貯めて5回一気に引くのが得だと思います。おお、星4キャラアベル来ました。まあほとんどの人が多分5回ワンセットで引いてるんじゃないかな。なんかその方がね、使うオーブの個数が少なくて済むので得なんだよね。この辺のガチャの仕様がね、よくわからない。まあよくある10連で1回サービスみたいなものと、まあものとしては一緒だよね。さあ星3キャラです。まあ基本は星3キャラが多いからね。まあでもやっぱりステータスがだいぶ違うんだよね、この星4キャラと星5キャラ。さあどんどん引いていきましょう。来ましたね。さあラスト1個いきます。最後の1個はオーブ3つでね、ガチャを引くことができるんだよね。結構ね、僕今無課金でやっているので、なかなかねオーブがたまらない。まあ通常ストーリーを進めていってね、オーブ貯めていくしかないので、まああまりガチャ引けてませんけども、まあ星5キャラが1体出たので今回は当たりと言っていいでしょう。それではレベルを上げておきたいと思います。さあ一気に16まで上げます。おお、ステータスもだいぶ上がりました。さあそれでは今日は格闘場をまずやっていきたいと思います。この格闘場はね、まあいわゆるスコアアタックみたいなもんだよね。まあ対人戦で全国の人と挑戦してスコアのランキングを、上位を競い合うみたいな、そんなモードですね。なのでちょっとね、この格闘場に関しては結構まだ今の段階、ゲームがリリースされたばかりなのでそんなことはないと思いますけども、今後はかなり、ここはかなり激戦になってくるんじゃないかと思います。そしてスコアで上位を取るには結構コツがあって、まあ僕もまだ全然できていないし、キャラクターも弱いので、今回そんなに上位ランキングは狙えないかもしれませんけども、まあ簡単にやっていきましょう。どう仕掛ける。そして今回のこのファイアーエンブレムヒーローズで非常に重要になってくるのがスキルですね。結構どうなんでしょうかね、皆さんもうスキルは習得してあげていますでしょうか。結構このゲームチュートリアルがあまりないので、ちょっとね、そのスキルの上げ方とかよくわかんないみたいな感じだとは思いますけども、まずカムイですね。僕の場合は行こうか。スキルが今銀の剣、まあいわゆる必殺技みたいな感じですね、装備して、あと ABC ってスロットがあって、そこにもね装備できますね。攻撃 30% アップ、結構ねこれが大きい、結構効いてくるんだよね。この守備プラス3とかね、そして進軍阻止、自分の HP が 90% 以上の時に自分の隣接マスを敵は通過できない、このあたりうまく使って敵のこう進行を妨げるみたいな戦略がね
取れると面白いんじゃないかと思いますね。そしてもう一体、今回僕が今レギュラーメンバーに使っているゼロ、いいね、行こうぜ。こちらもキラーボウ、奥義が発動しやすいみたいなありますね。そして氷点を魔防の 50% をダメージに加算、妙強の一撃、自分から攻撃した時に戦闘中の魔防プラス2という。そして魔防の紋章1、周囲一マスの味方は戦闘中魔防プラス2ですね。このあたりもうまく組み合わせて使っていくとこう非常に効果的、かなりねこのゲーム奥が深いんだよね。そのあたりフォーメーションの取り方、そして駒の進め方が非常に重要だよね。まあちょっとまだ僕もね完全にマスターしていないんですが、今後ねそのあたり攻略していきたいと思います。そしてチキですね、こちらかなり強いです。壊れちまう。何が強いって、この灼熱のブレスプラス威力15なんでむっちゃ強力です。そしてスイカ、自分から攻撃した時戦闘前特定範囲の敵にダメージ、これはねちょっとコツがいるんだよね、なかなか使いづらい感じありますけども。そして金剛の一撃、自分から攻撃した時に戦闘中の守備プラス2ですね。そして非常におすすめなのがやはり回復でね、この聖の息吹今2まで上げてますけども、自分から攻撃した時に戦闘後自分の周囲1マスの味方を5回復ということで、これはねかなり使えますね。まあもう少したらこの聖の息吹3まで上げていきたいなと思います。そして先ほどゲットしたルフレ、これもねブラーレイブンプラス非常に強力ですよ。無属性の敵と戦闘時自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となります。さあ今度メインストーリーの方をね進めていきたいと思います。ここはねマップにこう橋があって結構進路が限られるのでフォーメーションの組み方がね難しいよね。守備の 50% にダメージ加算、そして速さの覚醒、ターン開始時自分の HP が 50% 以下なら速さプラス3、信じてくれ。そして守備の紋章、どう仕掛ける、行こうぜ。周囲1マスの味方は戦闘中守備プラス2ですね。僕は今こんな感じのスキルで挑戦しています。さあやっていきましょうか。通常ストーリーの方はそれ、敵は橋の方から攻めてきましたね。橋と中央で行きましょう。さあチキ、これが非常に強力なんだよね。一気に22倒しました。行くよ。今ちょうど僕はこのチキが一番エースというかメインですね。行こうか。うまく相手の弱点属性をつければいいのですが、なかなか難しいよね。まだ僕もねキャラクターがまだ全て揃っていなくて、緑属性のねキャラがまだ育っていないんだよね。なので無理赤と青属性でご了承するような形で進めています。おっとやられてしまった、強いな。うまく弓矢でこの飛んでるやつ落としていきましょうか。飛んでるやつに対してはこの弓矢がね非常に有効なんですよね、うん、さあ残り2体ですね。これはうまくやればいけるでしょう。もうどんどん攻めていきましょうか。ここはもうゴリ押しでいけるんじゃないかと思います。怪我にはお気をつけて。
おっと、回復してきましたね。やっ、あーって行くよ。さあここはもう攻めていきましょう、はい、皆さんどうでしょうか。もうメインストーリーの方は第何章ぐらいまで来ましたでしょうか。どう仕掛ける。結構今回のこのファイアーエンブレム、キャラをねうまく育てていくのが楽しいよね。いいね。今ね僕はレベル上げの方は修練の塔を周回してレベルを上げています。今なんかキャンペーンで消費するね、あのスタミナの量が半分で済むんだよね。さあクリアすることができました。オーブ1個ゲットです。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。